はい、第2章、隔離された町。これはスカイファイアンスかな。寝とんな秋山。まだ平和なんよね。あのゾンビ増えてないんか。花ちゃんは止まってんねやろ。花ちゃん寝とるん。どうなんじゃん、感染したんか。ゾンビになったら嫌やで言うとくけど、打たなあかんやん花ちゃん。こりゃもう微熱じゃないな。あ、言ってたね、なんか寝ぜてるって。誰来てんのここにゾンビ。そんなんに言うて、なんか誰かなんかな。そんなオチあるよね、開けたらなんかめっちゃしてる。いやけどそんなあれやね、ドアノブガーッたりせえもんな普通。秋山さん、どうなんやろ。誰、どちらさん。うん、うわ来てませんか。やらなあかんな花ちゃんね。微熱から寝てたなほんま。はい、入浴すると左スティックを入浴しよう。はいはいはい、了解です。チュートリアルやね。回避、蹴り、あ、蹴りもあるんや。やって、おいえおいえ、こんな感じやろ。要は、はい、足元に物がない状態でもちろん構えた R1 で丸蹴り、R1 で丸、うん、致命的なダメージ与えられへんねんな。あ、はいはいはい、ヒットされた時、あ、はい、これはあれやったね、剣山でもそんなやったもんね。はい、待てよやめて、ちょやな、ちょ抜いてください抜いてください。これはあんま多分俺使わんな、多分喧嘩キック。はい、うん、もう掴んでるよ。お、掴んだねの。あ、これおもろい。じゃあ銃ちゃん銃ちゃん銃ちゃん、じゃあ抜いてください。このボケよほんまに。いえ、起きろ。で、どこおるどこおる。おいえ。はいよ。はい、倒します。ちょっと待ってね。こんな感じでいいからさ。まだ、あ、いませんか。じゃあ。いや、慣れなかな、これ当たってないんか、これ。オッケー、花ちゃんの見てる前で頑張りました。ごめんな花ちゃん、怖かったやろ。風やね、多分。花ちゃんゾンビになったら怖いわ、ほんま。すごいことなってんな、昼間からほんま。花ちゃん、どうやら今日も集金はできそうにないなあ。早逃げや。混み合ってるんや。携帯で電話せえやなあ。ガラケー喧嘩になってるやられてるやられとんな。歩けそう。大丈夫か花ちゃん。ああ、体の具合は。寒いです。ああそうなんや。すごく。医者がいるな、江本先生を呼んでくる。江本先生。でも追い出せまずこいつらほんま。どうするんです。行かなあかんやろ。2階にさ、ニューセレナってクラブあるでしょ。はい。この時はやっとったん。レイナおったところやんな。花ちゃん少し痩せたんじゃない。それはないやろ。おととい1キロ痩せました。あ、そうなんや、おめでとう。昨日2キロ増えましたけど。意味ないやんか。あ、そう、1キロプラスやん。ニューセレナ懐かしいな、よう言ったよねほんま。
この時はどこやってるんかな。あ、鍵あるんや、そこに。不用心なんですね、セレナさん。そうなんだよね。禁止的やな。礼は今度言うとして、ちょっとだけ邪魔させてもらおう。レイナのミスやったもんね、ここ。ここで今あのセーブとかしたわ、ほんま懐かしいな。すぐに戻るよ、江本先生を連れてくる。江本先生、すみません、気をつけてくださいね。分かってる。かっこいいな秋山。俺も髪の毛伸ばそうかな。今日こそ集金に行くよ。無理やろ。はい、何速攻飲んだか。どうなってんの。うん、江本委員は、はい、まあというか矢印出てるよね多分ミニマップ。うん、あ、知ってる知ってる。うん、あいいよ、なんか分からんけど。あいいよ。はい、とりあえず、これもうその辺にあれなの？おんの？もうゾンビどうなんですか？おるね。うん、 R2 を入力した状態で左下。あ、はい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 、了解。なんか分からんけどやっとったら多分いけるやろね。はい、何？ R2 左ステップ、 R2 左ステップ。はいはいはい、こういうエイムのあれになるんか。ちょっと待ってね、敵を全滅させ、全滅、ちょっと待って、あー、ややこしい。おいよ、はい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 、こういうのを何打ってやっていかなあかんの。ちょっとややこしいね。いいよ、はいよ、ソウル、はい、あいいよ、やっていきますわ。はい、出られへんの。何あ、能力確認から、はいはい、ちょっと待って、これ出られへんよね、多分もう一回。ちょっと待って、能力確認。能力強化、あ、これで強くなるんや。あいよ、なんか分からんけど、相棒って何や。戦闘の基本能力とか、いろいろあるね。何がいいんやろ。はい、自動で頭部を狙うように、これでいいか、はい。はいはい、これでいいですよ。これも出れるやろ。はい、はいよ、はい、はいよ、頑張ります。はい、なんかわからんけど頑張ります。おるね。これもね、これは、あ、いや、あ、このまま普通に打ってもいけんねんな。普通に打ってもいけるし、こういう打ち方もいいんやろ。はいはい、どっちがいいんやろね。おい、操作しにくいな。どっちなんやろ。こっちのスティックでやらなきゃ。誰にこれ打った方が楽かな。ちょっと待って、いや待って、矢印出てるのこっちやんけ。待て、これ行かれへんの、通行止め。まあちょっとやっていくわ、ちょっととりあえず。んで、あ、おるな。ちょっと待って。せい。普通、パカはもうだるなってきたもんな。ちょっと、これで行っていいんちゃう。見えへん、見えへん。かっこいいのに見えへん。武器でもこれしばけんの？なんだこら。後ろです、後ろです、後ろです。タイヤ舐め、ちょっ、どうなっとんねん。うん、この先には行けそうにねんな。あ、はいはい、そっち回んねんな。はい、行くわ。ごめんやけど相手せんわ。はい、誰かいますか。あ、おるな。ちょっと待って、こんな感じでやっていくねんな。あ、矢印出てる。23、あ、おるね。で、あ、おるおるおる。はい、これでいいんか分からんけど。
はい、待てよ。あー、びっくりしてないか、お前ちょっと。じゃあ柱に隠れとんな、こいつ。お前、何してんの、これ。撃つぞ、俺は、めちゃめちゃ。あ、なんかある、なんかある。うん、はいよ、ありがとう。はいよ。はい、これさ、普通にこうやって R2 で狙った方が何が違うんやろな。ん、いっぱいおる。はい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 、あのドラム缶打ったらいいんやね。はいよ、わかりました。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、俺までダメージ食らおうかな。せいえ、OK、 レベルアップありがとう。はいよ、なんかアイテムないか。こんなん結構あんねんけどね。ないか。こっちも行かれへんね。ということは、こっちに進んでいったらいいんやね。こっち、避難所。すごいな、ここ。誰もおらんか。上からお前、なんかこれ、いませんか。ちょっと待って。おいよー。はい、上がったらいいんかな。はい、何もなしと。分かれへんもんね、どうせ。ん、あ、やら広いね、広いね。だけど誰もおれへん。なんか変やね、これ。あー、待て、ちょっと待て、ちょっと待て、なんか物、お前ら、ほらお前。あ、そこに誰もいない。何もしてんねん、お前。ほら、帰れ、完成せよ、お前ら。誰を袋にしろと思ってんの、お前。まだやるか、まだやるか、お前ら。ちょっと待て、待て、にゃー、ちょっと待って。あいよー、全部終わったんちゃう、これで。焦ってやないか。あそこにおるよね。ちょっと待って、これね、難しいな、ほら。うう、言うな、お前。あ、いいよ。はい、もういないよね。じゃあ行ったらいいやな。はい、うわー、ちょびっくりした。なめんなよ、ほら。びっくりしたやないか。はい、ちょっと半開きのシャッターがあるけど、こっちやね、多分。え、後ろ、にゃー、ちょっと待って。なんか変なやつ、どうぞ、撮ってるやつ、女、ちょっと、ちょらん。お前、俺の何やと思うの。にゃー、ちょ、あいよー。ちょっと向きを変えるのがさ、ちょっと難しいわな。この壁は、先にやっとけよ、あれを壊したそうでよって。はいよ、はい、ちょっとね。あ、出ましたよ。はいよ、チェックポイント。はいはい、わかりました。はいよ、なんでおるな、ふってきてる。ちょっと待って、お前ら、うざいんじゃん、ほら、ほんまに。ほら、もう適当にボタン押しとったらええねんぞ。はいよー、あの医者の先生、名前何やったかな。こっちでいいんかな。俺はさ、武器でしばけた。このクソガキが、ほんまに。武器持ったらね、なんかね、方向転換うまいことできてんな。はい、はい、待てよ、どうなっとるんや。こっち来たんはいいんやけど。ん、あー、こっちやね。はい、なんか拾ったぞ。で、こう右やね、多分。いますやんか、松屋の看板。あー、牛丼食いたい。あの車を使えば。
え、あの車を何どうしたらいいの。うん、スナイプゲージ、なんか分からんけど、うん、どうしたらいいの。敵を、ちょっと待って待って、どうしたらいいの。敵を攻撃し、スナイプゲージを貯める。スナイプゲージって何なんだから、あと1回で。どういう、これ意味わからん。車を使えばって言って、車は関係ないんか。あ、これでいいの、よく分かってないぞ俺。ヒート、あ、そうなんや。はい、あ、分からん全然。はい、近くをあれ狙ったらいいんか。かっこいい。あ、いいわ。あ、上がった。ちょ、え、狙います。そこだ。あ、いいよ。あ、いいよ。タイミングじゃないしさ、あのゲージが行くまでに押したらいいね、ボタン。はい、次やるときこれ覚えてるかな。はい、行きます。にゃ、左、どうなんですか。先生、何、何これ。ん、おい、誰かいないか。カビン、おい、無駄だぜ。誰、誰も答えやしねえ。おっと、俺たちは隔離されたんだ。杉本哲太か、これ。見捨てられたんだよ。あんたのことを知ってるぜ。スカイファイナンスの秋山社長。杉本哲太ね、これ。こっちはあんたを知らない。長浜ってケチな極道だ。そうなんや。しかしなんだ、最近の金貸しは弾きまで持ってんのか。ゆうべあんたの御道行のを拾ったんだ。ならそいつは俺によこすのが筋ってもんだ。いやいや、悪そうやん。本気で言ってんじゃないよな。その代わり抜け道へ案内してやる。俺があんたをここから脱出させてやるよ。そうな。申し出はありがたいが、この銃は渡せない。なら仕方ねえな。俺も丸腰じゃ抜け道を案内できない。どうすんの。なぜ奴らがうようよ嫌がるんだよな。奴らって。言わせんのか。ゾンビだよな、ゾンビやね。ならどうする、話は終わりか。まあ待て、ハジキ扱ってる店を知ってる。そこで俺の銃を調達してくるんだ。そうな。俺が一人で。今ハジキ持ってんのはあんただけだ。うん、まったく、それが極道のセリフかね。お前もよう一人ローチをしてんな。お前、俺は飛龍一馬じゃねえ。有名やね、やっぱり。伝説の国道、道島の牛か。よく知ってるな。で、その店の場所は。教えてくれや。劇場前通り、劇場の地下にある DVD 屋だ。あ、そうなんや。カウンターにハジキが隠されている。ただし、店の前には奴らがうようよいるぜ。しばきます。だろうな。はい、DVD や。今か、昔は DVD やったもんな、ほんまね。うん、そやね。はい、方向で、待って、矢印出てないやん、矢印出てない、どこなん。ちょ、地図かなんかで見よっか。はい、大体、わかりました、なんとなく。これ無視できるんかな、どうなんやろ。逃げれんの、こっちから。この辺やろ、確か。階段がどうだろう、こうだよって言ったやろ。違う、この辺、ここじゃない。ちゃうな。ちょ、待って、劇場前なんとかって言ってたよね。この辺やろ。ちょっと、オーナーか、お前。ちょっと、オーナーか。ちょ、ね、オーナーいっすか。あ、これ撃てるな。来たところ撃ったったらいいんか。来てくれ、あ、待って、解放してるやん。来たね、来たね。でも、これのスピードやったら、逃げれるわ、多分。追ってきてる、追ってきてる。ちょっと待って、劇場前なんとかって言ってたから、
どっか入るんちゃうか。これマップ出てないんですよね。 DVD やろ。ここちゃうか。違う。そうやろ。違うんか。違うんか。待て、待ってくれ、待ってくれ。俺こっちのような気がするんだよね。 OK、 合ってたね、合ってたね。帰るやつら全員縛れたろか。ちょっと待て。あ、そうなん、そっちなん。ちょっと誰、気の強そうな。ちょっと待った。誰ですか。誰や。あ、うん、武器や武器や。お前に興味があってねって。あ、知ってんねや。秋山のこと知ってんねや。うん、何協力って。うん、どんな協力者いいの。ああ、サンプル。うん、うん、あ、そうなんや。正義の味方には見えへんけどな。うん、あ、いいよ。はい、誰やこいつ。ああ、うん、はい、あ、いいよ。誰なんや、ほんま。お姉さん。あ、せやね、名前やね。うん、ああ、長谷川さん、長谷川玲子。うん、きついなぁ、ほんま。なんであんな上から目線やねん。はい、あいよ、なんかわからんけど、はい、あい、あい、あいよ。 DVD はそこ降りたところ、こっちはなんもなんもないか。なんもないね。はい、うん、武器をなんか取ってくるとかそんなんやったやろ。いますやんか、めっちゃ。もうえって。ほんま、おるやないか。ちょて。おるやないか。ちょっと待ってね。じゃあ、ちょっと。ちょっと待て。ちょっと下向いてる。あ、これ下に、下の方向に向けては無理なのか。下の方向に向けては無理になっちゃうか、これ。無理やね。あ、いける？ちょっと、上がってこようとはして。上がってこいや。え、上にもおんの？上おらんか。おい。ちょっと、これ、ちょっと待ってね。R2 でさ、下にさ、あ、これ下げたったらいいの。OK。方向がね、OK。慣れなあかんな。ね、ここ入る。はい、誰かおるはずやねんけどね。ゾンビはおらんやろ。